折原公平は東北楽天ゴールデンイーグルスに所属する広島県福山市神奈町出身のプロ野球選手、宇藤左だ。野球好きの祖父の影響で軟式野球を始める。広島県内の実家から広島市民球場まで遠く離れていたにもかかわらず、当時同球場を本拠地に使用していた広島東洋カープのファンだったで、小学6年時に、 中条少年野球クラブ、中学校への在籍中は、軟式のクラブチーム、カンベレッツで、保守としてプレー。中学2年時に、カンベレッツの監督だった、三原慎次郎の勧めで当初に転校した。三原が、山陽高校の監督へ就任したことに伴って、中学校からの卒業後に、同校へ進学。3年夏の選手権広島大会で準決勝にまで、進んだものの、 春夏ともに、阪神甲子園球場での全国大会へ出場できなかった。公式野球部での2学年後輩に中川康太がいる。近畿大学工学部への進学後は、4年次の秋に、広島6大学野球リーグの優勝と、明治神宮大会での準々決勝進出を経験した。3年や秋から3期連続で最優秀防御率、ベストナインを受賞。 卒業後に、新日鉄住金広畑へ入社すると、急成長を遂げた2年目から2年連続で、日本選手権に出場。第87回都市対抗野球大会では、近畿地区の最終予選における投球で、NPB の複数球団から注目されるようになった。チームはこの試合に敗れたものの、森原は、日本新薬の補強選手として、本大会に出場。 本大会では、一試合のみの登板ながら、ストレートで、時速1 5 1トルを記録した。2016年の NPB ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから5巡目で指名。契約金4000万円、年俸1000万円という条件で入団した。入団当初の背番号は52。2017年には、同期入団の高梨雄平。 菅原衆と共に開幕一軍入りを果たした。3月31日にはオリックスバファローズとの開幕戦7回裏に3番手投手として公式戦にデビュー。この試合から4月19日の対埼玉西武ライオンズ戦12回裏にサヨナラ負けでプロ初黒星を喫するまで10登板試合連続無失点を記録した。 その後の公式戦でも、主にリードの局面で7回を任されるなど、チームの前半選手移動層に貢献。6月9日の対広島東洋カープ戦まで29試合に、登板したが、登板を重ねたことによる、疲労の影響で5月下旬から休援の失敗が相次いだため、翌6月10日に、プロ入り後初めて出場選手登録を抹消された。 8月2日の大西部戦で一軍に復帰すると、ストレートで時速 152km を計測している。チームのレギュラーシーズン3位で迎えたクライマックスシリーズでは登板の機会がなかったが、一軍公式戦全体では42試合の登板で2勝4敗13、ホールドをマーク。復帰後の登板は13試合のみで、5月中旬まで一点台の後半だった防御率が、 レギュラーシーズンの終了時点で4.81に達した。シーズン終了後には、推定年俸1600万円という条件で、契約を公開したほか、新日鉄住金広畑時代から交際していた、女性と結婚した。2018年には、オープン戦期間中の3月7日に、右ひい広報教師課のクリーニング手術を受けた。実への復帰までヶ月を要することが見込まれて、 いたが、実際には8月12日から一軍へ復帰。9月19日の対オリックス戦で、一軍公式戦におけるシーズン初勝利を挙げた。シーズン中盤までクローザーを務めていた、松井祐希が先発に回ったことや、松井に代わって、クローザーへ起用されたフランク・ハーマンが故障したことから、同月下旬にはクローザーに抜擢。抜擢後に2試合連続で黒星を喫したものの、 復帰後に、当番の17試合中16試合で、ストレートが、時速150キロメートル台を計測したり、フォークボールの精度が上がったりするなどの心境も見られた。2019年には、オープン戦期間中の3月上旬に京セラドームで、催されたメキシコ代表との強化試合で、プロ入り後初めて野球日本代表のトップチームへの、選出及び試合出場を果たした。 レギュラーシーズンの前半戦では、ビハインドや大差の場面での起用が中心だったが、後半戦には、新加入のアラン・ブセニッツと共にセットアッパーへ定着。主に8回に登板していた。レギュラーシーズン全体では、2軍への降格を一切経験せず、1軍公式戦64試合に登板。ストレートや変化球の精度が向上したことで奪三振数が増えるとともに、 チームトップの33ホールドポイント、防御率1.97を記録するなど、チームの2年ぶり CS 進出に大きく貢献した。第2回、WSBC プレミア12の日本代表にも選ばれていたが、右ヒーちの違和感を訴えたため、大会の前に出場を辞退した。プレミア12終了後の11月27日には、背番号を13に変更することが、球団から発表。 12月6日には推定年俸4500万円という条件で契約を公開した。2020年には前年まで5シーズンにわたってクローザーを務めてきた松井祐希の先発再転向に加えて JT 舎際山北和久などの入団で中継人の厚みが増したチーム事情を背景にセットアッパーからクローザーへ転向。6月24日の対北海道。 日本ハームファイターズ戦で一軍公式戦初セーブを挙げた。シーズン初登板から9試合続けて1イニングずつ無失点でしのいでいたが、7月下旬に登板した4試合で12、失点と2敗をキスするほど精裁を欠いたため、同月29日から2軍で再調整。8月15日から1軍に復帰したものの、27日の対ロッテ戦の試合前練習で右太ももの裏を、 痛めたため、同日中に出場選手登録を再び抹消された。スリークォーターから最速時速 154km のストレートとスライダーフォークを投げる。ありがとうございます。